皆さんこんにちは、アキラです。僕はミスターアゲジャパンとして活動することで、それぞれの個性が認められる社会を作りたいと思っています。僕は以前から LGBTQ の内側の環境に違和感がありました。 LGBTQ や HIV についての情報を僕たちが発信することは本当の多様性の理解につながっているのでしょうか。それらの情報が僕たちをマイノリティだと決めつけてしまっているのではないでしょうか。僕たちは LGBTQ である前に一人の人間です。僕たちが手に入れたいのは LGBTQ に寛容な社会ではなく、どんな個性でも尊重される社会のはずです。だからまずは LGBTQ であることも自分の個性だと自分自身で認めてあげることから始めましょう。難しいなら僕たちを頼ってください。モアさん、タクミさん、タイガー君、ベンソン、そして自分、それぞれ全く異なる環境の中で生きてきた5人がゲイという通点だけでここに集まっています。誰かがあなたへのヒントを持っているはずです。そのために僕たちがここにいることを忘れないでください。その先に人と違う自分も自分と違う人も尊重できる、そんな世界が広がっていると僕は信じています。本日はこの選考会に足を運んでいただきありがとうございました。